100年以上続く長崎雄英協会の大名行列。江戸時代、熊本の藩士が参勤交代の際、川を立ち泳ぎで渡った様子を再現しています。新型コロナの影響で4年ぶりとなった大名行列には、この夏水泳教室に通った小中学生およそ650人が参加。100キロ以上ある殿様みこしを担ぎ、立ち泳ぎで見事渡り切りました。上げた時に沈むんじゃないかってぐらい重かったんですけど、やった時には達成感がありました。クロールが早くできたから嬉しかったです。今までの練習の成果を発揮できたと思いました。練習に励み、泳ぎが上達したことを実感した子どもたち、達成感でいっぱいの笑顔が見られました。